最後の方、どうして答え書いてないの？時間がなかった。え？あなた、テスト終了10分前には手が止まってたじゃない。あと、ふざけないでよ。あんな挑発してきたくせに。バカにするな。ちょっと、夢どうしたの？自分を犠牲にしてかっこいいとでも思ってるの？望んでない！ストップ！落ち着いて夢、何があったの？いや、水野くんも、ミネくん！僕は出席じゃなくても何も困りゃしない。君の言う通り、周りが自分をどう見るかなんてどうだっていいからな。だから譲った！おかしいか？そんなの、イリド君っぽく。